川越ライブ水崎たまきのあなたとランチタイム。ここからは世界各国と川越をつないで現地の生の様子をリアルに伝えてもらう川越の架け橋のコーナーです。火曜日はフィリピンセブ島、現地にお住まいの小出正人さんよりセブ島の今を伝えてもらいましょう。小出さん、今日もよろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先週はフィリピンの学校事情についてお伺いしましたけれども、はい、はい、今週はお休み、フィリピン現地の人が楽しむ週末の楽しみ方について聞いてみたいと思います。はい、よろしくお願いします。そちらの方はどんな風に週末楽しまれていますか？はい、そうですね、いろんな楽しみ方があると思うんですけど、はい、特にフィリピン人の方、ショッピングモールに行くのが好きかなとは思います。セブ島のモールは平日からすごいいつも混んでるんですけど、土日になりますともう本当に駐車場に入るのを待たないといけないぐらいいつも混んでます。へー、結構意外かもしれないんですけど、実はセブ島かなりもう栄えていまして、はい、セブ島の中心部だけでも映画館があるような大型のショッピングモールがもう5箇所以上あります。で、そこまで大きくないようなショッピングモールも合わせますと、まあ20箇所ぐらいはあるんだと思います。なので週末になりますと自分の家の近所のモールに遊びに行ったり、友達と待ち合わせをして人気がある大きいショッピングモールに遊びに行くっていう人は多いと思います。あと、割と近代的なモールも多くてですね、特夏の国にはなるんですけど、モールの中にアイススケート場があるような、そういうちょっとモダンなモールっていうのもありますね。はい、アイススケート場、日本だとね、ちょっと維持費が高いとかいうことで各地で閉鎖されてきてますけれども、なんだかセブ島の方が充実してますね。そうですね、はい、意外と、はい、ねえ、そうですね。皆さん、その他モールでは何してらっしゃるんですか？そうです、モールですと、日本と同じように家族や友達とお出かけしてお買い物したり食事をしたりっていうパターンが多いとは思うんですけど、うん、単純にもうモールの中ってエアコン効いてますし、単にダラダラ過ごすっていう人も多いのかなと思います。うん、フィリピン実は電気代結構日本と比べても高くて、あとご自宅にエアコンがない方っていうのも多いので、無料でエアコンが効いてる涼しいモールの中をこう友達とかと一緒に歩きながらこう時間を潰すっていうのもちょっと楽しいのかなとは思います。うん、はい、ただフィリピンのモール日本みたいに通路に休憩用のソファーとかが置かれたりしてないので、ちょっと日本人が行くと、まあ、結構歩き疲れちゃうかもしれないです。はい、私も週末とかに時々モール行くことあるんですけど、本当にみんなよく行ってるので、誰かしら知り合いのフィリピン人に会うってことも結構多いですね。そうなんですね。じゃあ日本人観光客もね、ショッピングモール思いっきり楽しめそうですね。はい、そう思います。ちなみにね、どんなお土産人気でしょうか？はい、そうですね、お土産はドライマンゴーとか、うん、あとセブっぽいデザインの T シャツとかが人気だと思います。はい、フィリピンはマンゴー美味しくて旅行者にも人気あるんですけど、生のマンゴーはそのまま日本に持って帰れないので、セブに滞在している間にスーパーとかで買っていただいて、ホテルとかでナイフとか借りれると思いますので、そういったもので切って食べたりっていう感じになると思います。あと、高級ホテルとかに滞在してれば、朝ごはんのバイキングでマンゴーが山盛り食べ放題みたいになってるってこともあると思います。すごい贅沢ですね。そうですね、やっぱりあと、はい、T シャツは世界各国人気なんですね。そうですね、 T シャツ、はい、観光地 T シャツみたいなのが結構人気ですね。いや、はい、そうなんですね。あとはそうだな、モール以外だと何をして過ごす人が多いですか？そうですね、はい、うん、家から出かけない場合は例えば自宅でカラオケをしているような人もいます。で、騒音に対してあんまり厳しくない国なので、
まあ、正直さっきも言いましたけど、エアコンがない家庭も多いので、あの窓全開でカラオケをしているような家もあのちょいちょいあります。あの街中ではだいぶ少なくなったんですけど、田舎に遊びに行くとカラオケの音が聞こえてくることが多いです。あとはあのアウトドアの遊びですと、海に遊びに行くような人も結構多いです。あのビーチがあるようなあのちょっとリゾートホテルみたいなところは高いところが多いので、あのまあ庶民というか普通の人たちは安い入場料で入れるような海水浴場みたいなところに行って、あの友達やあの家族と食事とか飲み物を持ち寄って、簡素なコテージみたいなところを借りて、そこで一日中飲み食いをしたり、カラオケを歌ったりして遊んでますね。やっぱりカラオケはここでも人気なんですね。やっぱり世界共通の楽しみかもしれませんよね、はい、カラオケってね。そうですね、結構的でいいと思います。ね、そうですよね。まあ、じゃあそういったローカルのビーチっていうのかな、そういうところは日本人観光客にもおすすめできますか？そうですね、あの、うん、ちょっと設備とかが汚かったり、あの首輪をつけてないような犬が歩き回ってたりすることも多いので、うん、あんまりおすすめはできないんですけど、はい、あの普通のフィリピン人の生活を垣間見えますので、あの興味がある人にはあの楽しめるんじゃないかなと思います。あとそうですね、週末の過ごし方ですと、あと日曜日ですと、あのフィリピン人はキリスト教徒の方が多いので、教会に行く人を見かけることも多いです。はい、あの教会に行く場合、あの小綺麗な格好をしてきますので、あの暑い日でも男性は長ズボンに靴だったり、女性もちょっと上品にワンピースとかを着てたりするので、あの肌から見ててもすぐ分かる感じです。はい、でちなみになんですけど、日本人が観光で行くならセブシティにあるサントニーノ教会ってところが、あのフィリピンの歴史も感じられておすすめな場所になります。そうなんですね。はい、そうですね、はい、あとそうですね、我々外国人にとってもセブ島やその周辺ですと海の観光に行くってことが多いんですけど、あと最近は山の観光地っていうのも非常に外国人にも人気ありますし、あのローカルの方々にもすごい人気があります。あのコロナの関係で日本でもキャンプやバーベキューが流行ったっていうふうに聞いてるんですけど、はい、そうですね、セブ島、うん、そうですよね、うん、でセブ島でも同じ感じで、以前よりもだいぶあの山のアクティビティが人気があるようにあの感じます。山の観光地ですと日本だとそんなに見かけないと思うんですけど、ジップラインっていうのをやってるところが多いです。ジップラインですか？どんなものですか？そうですね、ジップラインっていうのはあの山と山の間に張ったワイヤーみたいなものを滑車で滑り降りていって、ロープウェイみたいになってるやつですね。ただもう自分の体がむき出しになってるというかそういうもので、はい、絶景とスリルを楽しめるアクティビティになるんですけど、うわ、すごい、あの谷底が、そうなんです、すごいです、うん、あの谷底が見えるような川の上を渡ったりとか、うん、湖の上を渡ったりします。もう山から山へ何百メートルも宙ぶらりになりながら猛スピードで駆け抜ける感じのやつですねすごいですね。小池さんもやったことあるんですか？はい、私もこの間ボホール島っていうところで9歳の息子と一緒にスーパーマンみたいに下を向きながらやるジップラインやったんですけど、めちゃめちゃ怖かったですね息子さん大丈夫でしたか？やっぱりビビってましたそうですよね。いやでもなかなか日本だとできない経験だから、旅行客の観光客の方にはぜひ体験してほしいですよね。そうですね、はい、いや面白い、人気があるアクティビティだと思います。あとは休日の時間の使い方といった点では、まあ、その他フィリピンと日本で違うなって感じたこととかありますか？そうですね、休日だけとは限らないんですけど、はい、まあ、業後とかの過ごし方として夜とかもカフェに行く人が多くてちょっと最初びっくりしました。セブ島は結構日本の都会と比べてもカフェがめちゃめちゃ多いんですけど、はい、でどこも結構にぎわってて、まあ、朝からこう日本みたいにこうパソコンを持ってカフェに行って仕事したりだらだら過ごしたりっていう人も、まあ、
非常に多いんですけど、フィリピン人の場合夕ご飯の後でもそこからまたカフェに行くみたいな人が結構見かけます。日本だと居酒屋でこうお酒を飲みながら盛り上がるみたいなのって多いと思うんですけど、はい、フィリピン人の場合は外で夕ご飯食べるときに、まあ、ちょっとビールやワイン飲む人ってのもいるんですけど、日本の居酒屋みたいになんか本当にすごく酔っ払うまで飲んでる人ってのはあんまり引っ掛けることがなくてでもその代わりに食後にレストランからわざわざカフェに移動してくつろいでこうずっと友達や家族で喋ってるような人を結構見かけます。でそれで夜でもまだなんか飲み物だけじゃなくて、うん、ケーキとかも注文して食べてる人もいますし、まあ、実際知り合いでカフェをやってる人の話では夜間の売上比率っていうのがかなり大きいみたいです。そうなんですね。セブ島でももちろんバーみたいなところもあるんですけど、まあ、そういった食後にカフェを利用する人が多いっていうのはちょっと本当に、まあ、今でも本当にすごいなと、よく賑わってるなって思ってみてます。じゃあ、レストランでももちろんデザートはあるけれども、わざわざちょっとお気に入りのカフェに出かけてそこで、まあ、ケーキとか注文しながらゆっくりお茶を飲むなんてこともあるのかもしれませんね。っていう、はい、うん、そうですね、はい、そういう過ごし方をされてるんだと思います。そうなんですね。いやちょっとアクティビティも面白そうですし、カフェ文化もなんか素敵ですし、ちょっとね本当に行ってみたくなりましたね、はい。いやはい、ぜひ来てくださいね、本当ですね。もうね、まだまだね、はい、お話聞きたいんですけど面白くて、ちょっとねまた時間になってしまいましたので、ぜひ続きはね、続きというかまた違う、はい、角度からねフィリピンの話を来週聞きたいと思うんですが、今日は先週教えていただいたちょっと難しかった、はい、またお会いしましょうみたいな言葉でしたっけ、はい、マーヨンアドラオそれがね難しかったので短い方でいいですか。じゃあマーヨンですね。じゃあいきますね。それでは小出さん、はい、マーヨン今日もありがとうございました、はい、また来週もお願いします、はい、今日もありがとうございました、はい、すみません、また来週もお願いします。お願いします。ありがとうございました、はい、火曜日はフィリピンセブ島現地にお住まいの小出雅人さんよりセブ島の今伝えていただきました。それではここで一曲お届けしましょう。テイラー・スウィフトでアンチヒーロー。